台風も過ぎて気持ちのいい朝です。アッピーさんです。インスタにもあげたのですが、もう夢のような出来事が、なんかカネキンさんとカネキンジムの皆様からこんなに立派なお花をいただいて、ジムの前に飾ってあります。本当にありがたく、なんと言ったらいいか。なんとあっという間に来週の日曜日、1週間後の9月17日はオールジャパンで日本一をかけた戦いになります。本当にこの1週間、この前の大会から本当にたくさんの方からお祝いのメッセージとか応援のメッセージをいただいて、なんて幸せな、本当に恵まれた環境なんだろうって感謝の気持ちと光栄な気持ちでいっぱいです。本当に皆さんありがとうございます。やっぱり来週の大会は本当にトップ選手と並ぶことになるので、かなりこの1週間トレーニングをできる限り追い込んでます。先週の火曜日かなに足トレをしたんですけど、その足トレがですね、なんと1週間、今でも筋肉痛が残ってるぐらい効いたので、その様子をちょっと今日お見せしていきたいと思います。今日が大会前最後の足トレになるかなって思います。一緒にトレーニングやっていきましょうレッツゴー。結構関節周りが固まってるので、朝の足トレをするときは結構念入りにウォームアップするようにしています。朝の足のトレーニングでは軽めの重量で、マシントレーニングから入っていきます。では最初はインナーサイとアウターサイで足の周りの筋肉とお尻の筋肉を起こしていこうと思います。まず内ももを鍛えるときは23キロで15回を3セットやっていきます。ポイントとしては、私はこの下っ腹をぐーっと引っ込めながらやると、さらに内ももに効いてくれるのでおすすめです。次はお尻のトレーニング、1種目目のアブダクションなんですけど、私はこれは41キロ、45キロ、50キロで3セットを組んでいて、全部20回ずつ行っています。ポイントとしては、開き切って、そして開き切った後にゆっくり戻すっていうのがめちゃくちゃお尻に効かせるポイントです。前回何をしたかというと、バックトゥーベーシックということで、バックスクワットを久々にフリーウェイトで取り入れてみました。最近やってるスクワットは51キロで8回を4から5セットやってます。かなりお尻にフォーカスして、踏ん張るときにお尻にだけ負荷を入れて上がってこれるように意識しながらやってます。で、スクワットの次にやってるのがダンベルを使ったルーメニアンデッドリフトなんですけど、めっちゃ重い重りで、かなりお尻に意識をするのが難しいので、この種目は。なので私は最初 B スタンスで8レップやってから、最後の4回だけを足を上げてお尻にフォーカスできるようなやり方にしています。これでめっちゃお尻に効くようになったのでおすすめです。重りは今30キロで12回を片足3セットずつやるようにしてます。カネキンチームにはこういう感じで、カネキンさんとかヒデさんとかシンタロウくんとかミハルさんとかがあちらこちらにいるので、
ね、トレーニングのモチベーションがいつも上がるんです。大会1週間前なので、ラストモンスター明日から人工甘味料とか全部切っていきます。次の種目もバックトゥーベーシックということで、4分の1ヒップスラストを久々に取り入れてみたんですけど、やっぱりどの部位も同じ種目を何ヶ月も続けるのってあんまり良くないなって改めて思いました。いろんな種目久々にやると本当に筋肉痛半端ないので、マンネリ化しないようにトレーニングもやっていくのが大切だなって感じました。で、4分の1のヒップスラストは50キロで10回を4セット行っていきます。あと3種目ぐらいかな。ちょっと終盤戦です。頭がもういろんなところに言ってる感じですね。やばい、言葉が出なくなってきた。本当に明日で最後なんで、かなり追い込んでおります。で、次がリバースハイパーなんですけど、同じ重量でずっと15回やってたんですけど、ちょっと最後の3回ぐらい結構四頭筋に効いていたので、最近12回に減らして、で、お尻に最後まで集中するようにしています。重量は30キロでやってます。最後の締めはもちろんこちらのアブダクションで追い込んでいくんですけども、最初に挑戦した一番最後の重量ですね、最初41から45行って50ってやったんですけど、50よりも、プラス5キロで55キロからスタートします。理由としてはもう一通りワークアウトも終わって結構お尻が起きているので、55キロでもしっかりとしたフォームでコントロールして扱うことができます。それで20回を3セット、その後に一番最後のセットだけドロップセットって言って休憩なしで50キロからどんどん落としていく方向で3セットやっていきます。ではでは、仕上げにかかりますよ皆さん。最後の足トレが終わった。最高の気分です。やばい、超気持ちいい。あー、ちょっと頭動いてないんで、帰ってお昼ご飯食べに行きます。よし、その前に最近の私のチートデー体験談をお話ししようと思います。実は昨日ドミノピザをまた食べたんですけど、初めて体重が減らなかったんですよ翌日。まあ食べ足りなかったっていうのがあって、まあ、いつもトータルで3000キロカロリーいってるんですけど、昨日はちょっと控えめドミノで2000カロリーぐらいにしたら体重がまさかの減らなかったっていうことが起きたので、まあ私水曜日に体の調子を見てドミノしようかなって思ってます。めっちゃ面白いのが、最近もう週2ペースでドミノなので、最近宅配のお兄さんにいつもありがとうございますって言われるようになったんですよ。で、それをコーチに話したら、ドミノヘビーユーザーですねって言われて、本当にその通りだなと思って、マジでドミノヘビーユーザー、ちょっとドーピング検査で引っかからないといいなって思ってます。はい、っていうのは冗談です。オールジャパン次の大会への私なりの思いなんですけど、本当にね、私のこの163センチ超級っていうクラスが、なんと安井友梨選手をはじめ、もう本当にたくさんの日本のトップ選手の方々と並べるんですね。ちょっと選手リストが出てるのでその辺に貼っておこうかな。もうすごいんですよ、めちゃくちゃハイレベルな戦いになっていて、本当にこの大会に出れることが幸せだし、このトップ選手と並んで自分の体がどう見えるかっていうのもめちゃくちゃ楽しみです。3週間前ぐらいに JBBFデビューしてもうオールジャパンって思う方もいると思うんですけど、本当にこの数週間精一杯を出し切って
で、まあ、今年オールジャパンに出て自分が日本のどの位置にいるのか、自分の体がどの位置にあるのかっていうのを明確にして、それでその結果をもとに2024年の私のボディメイクの目標にしたいと思います。であとは一人で日本を旅するのも初めてだし、一人で新幹線に乗ることも初めてなので、まずは会場までたどり着くことが結構ゴールなんですけど、そんな日本での一人旅もめちゃくちゃ楽しみです。それでは私はラストスパート1週間減量もトレーニングも精一杯を出し切っていこうと思いますので、皆さんも今週1週間一緒に頑張っていけたら嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。どうかグッドボタンもお願いします。それではまたオールジャパンへの旅でお会いしましょう。バイバーイ。